ルコーヒー飲んでゆっくり行くか。7時53分。どっち側から登るわ。猫行くか。猫岳行くか。猫岳が2200。あずまやさんが2300。なんか100メートル上手いですよね。よし。これでもって今日はやってみようかな。大明神沢散策コース、これは登山口だぜ。今これ牧場の中なんだけど、登山口がこっからだ。こっから始まるんだ。でも始まるはいいよ。やなんかぐちゃぐちゃっての気がするんだよな。ねえ、来たことないんだよ。20人ぐらい前か来た時、これぐっちゃになった覚えがあるなって。今日もそういう予感がするな。こうやって牧場の脇上がっていかんだ。でもあれからな、椅子が立ってるすけ、実態良くなってる。あんだかカッパがあるすけ。牧場西ルーヤと西14トイラ。あれ、これまだ格子か。シシってやな。よしも早起きなんだな。起きすぐママさん。牧場すぎると、ここの小川というか沢があるんだ、ほらこんな感じ、こんな感じ。今日はウルトラライト。もう本当に走られるようだって。このいらっしゃい。やっぱしな、金かけてやるっていい標柱だこれ。あずまやさん 3.5 キロ行きますか。これ出すけ嫌なんだってな。ここはぐっちゃんだらんだよな。失敗したな。カッパ、これじゃカッパ着なきゃダメだ。ここはや、これがガンなんだって。ちった買ってくれりゃいいやんだな。ちょこっとはここをやったな。ずっとこうだけどカッパ着なきゃダメだ。いくら天気だ。この笹林、これいつまで続かんだわ。二度と来ねえ、ここは。ぐっちゃだなっけな。ばっかくせ、おい。ちった笹くれ、おい。管理してくれてな。参るって、おい。これと10時頃上がらなきゃダメだ。人がいっぺん、いっぺん入って。ひどすぎると思わねえか。大ちゃん、ここ、だと、ずっとちょっとまでこれ、笹がぐっちゃだね。くどきちゃってるねって。いくらなんでも。ここや、1932メートルもある。これ以外だと、この笹、下はぐちゃぐちゃ。まあ、最悪の間な、最低の登山道だ。よし。やっと、笹から解放されたかな。頼むってな。こっちのぐっちゃになってキャラが上がると思わなかったって、おい。前来た時も、猫と東の相手だと思ったのでも、最初っからだもんな。1時間以上もこれ、ぐっちゃんの子抜き抜ければ、この岩場というか、笹が切れに、やっとこの熊笹というか、低い笹の子出たって。まったくもから。いやいや、まあいいよ。山へ来てまでげん、くどくなって、お前は。せっかく気持ちよく来てるわね。よいしょ。
よいしょ。帰らねえでよかったな。さっきこれバイクで乗ってる時に回るってこっちが黒い雲で、これは帰ろうと思ったんだ。でもああなんて言われたな、オリンピックの選手ばっかだねよ、諦めになってやんわ。いやいや、自然相手の遊びてやんわ。しょうがないですよ、これつきものだすけ、それが嫌だけら来ちゃねえってことなんだよ。ほらこれ未来だろ、疲れが吹っ飛ぶろ。まあ吹っ飛ぶってこっちゃねえ。でもいやいや、いいんでねえの、よかったべやな来て。だけちったや、くどかないで景色見て人生を楽しんでくださいよ。今日そういう俺はちゃちゃうちを置いてきちまったって。まあいいか、後で土産話でもしてやるか。なんか実際にこれ俺今手で持ってないんだけど、あんまり画像が動かねえな。いいかもしれないぞこれ。これ2年ぐらい目買ったかな。なんか見もんごち来て、俺のこったでもみんなイアンが出る、イアンってか新しいのが出るとすぐ欲しがらんだよ。欲しがんねえと、そう思うつつだった。だっけあれを見なきゃいけないんだよ、 YouTube だの、あのなんだ Facebook だの、それあこには宣伝が出る隙もあれやなんて、そう思いませんか皆さん。あんたがダメやって俺見てるわけで、まあしておけん中国から参ったって、おい中国頼んだお前こねえやんだよ。よし切るぞ、うるせえすけお前は。これだな、あとそこ、ここここれはこれが東だと思う。でも東屋っていうのはここだな、ズームで撮りゃいいようなガンクラが出てるでも。まあ僕はさカメラマンじゃないからさ、おこれはカメラマンでもなくてもいい写真が撮れるかな。9時40分、朝飯、遅い朝食です。これはなんとかご飯と明太子、高菜ご飯と明太子、うめえよ。これが猫岳だけだ。だんだんがそこを登ってやんだな。そしたら登山道が見えるもん。でここをこう上がっていくとコースこっち、やっぱ向こうから来ればあんまりぐっちゃになるいらなかったんか。昔俺逆回りしたんかな。じゃあいきなりぐっちゃだな。ほらここから2000メートルまで中瀬庵ってやんは俺は通ってきちゃったんだな。おい雲の上来てろ。いやいや、スキー場がスターだもんな。ここも景色がいいよ。はい、GoTo。これインスタなんで、インスタのお菓子なんで、インスタの GoTo 映してるのは、東さん、あと700メーター。ほら、やっと江戸、小蜜型の、セラビスが、最近、挨拶しても、返事を起こさない人が多くなったんだ、でも。どうも思うに、日本人じゃねえな。今も行き合ったでも、顔が違うもんや。おはようございますぐらいいい旅だ。
この日は赤っぽが群生してるな。実がなってます。お入りください。あ、せんか。でも最新箱ってのがあるだ。まあいいよ。じゃあ、なんかあらんから、お宮さん組行ってみるか。いやいや、おっとっと、ほら、あれ何の、あ、これ包があるって。ここは何になるんだ。ここが山頂で猫だっけよ。分岐はもっと下あらんだってやっべ。これ過ぎてきたんだ。あっから、あっこにあったか。何こっちのコースもお前ひどいてんだお前。キャラコはダメだわさ。猫だけ過ぎたらぐっちぐっちぐだれか。猫だけは見るでも。じゃあ何、向こう行くと今度またぐちゃぐちゃなんか。ありがそうだ。ひでえなおい。そうかね、ここまで日どっち行ったってダメだ。あんまりこれ使い勝手が良くねってやな。斜めにしてちょうど良くなるってやんか。このあっち向いたらこっちあっち向いたらこっち向いたらしてまともの子向かねってやろおい。今東から降りて猫岳に登り入ってるんですが、どうもこのモヘミアンだ、ハヘミアンだな。これあんまり使い勝手が良くねえって本当に。どう自分で取り手どこ向かねだっておかしい。ほら自分が取り手どこそこだねえんだって。お前だ ここだろ。これ手でしなきゃまともにいかねえんだよ。これどう感覚してるんだべな。これさ、今こうやっていい加減角度こっちしなければ向かねえんだよ。ほら変だって思わない。これったく、これ苦情が、うわほらほら動きがおかしいんだな。これ角度が、これ角度はどこでやってるんだ。これいくらスムーズな動きをするったってこういう登山には向いてねえな。やっぱりアクションカメラだな。これが東さん、そっから降りてきてこうりして、そこがすこそこったな。今こう上がってきて、これからなんで俺が映らしないで俺映すなんてもうこだべ。これダメやカメラってのはこっちだべやな。お前なんでそういう言うこと聞かねやん。これじゃあどう可愛くねえよお前。人気が出ねえわけだって。これいくらでしたっけな。ちゃんと嘘と思ったもんが映らねえんだよな。あった、映ってる。どうやんかな、これ頭が悪いやんかな。スマホがあれか悪いやんか。じゃあ俺今登ってるんだっけ。こう登りをこう映すような頭ねやん。これ何してなんだろうな。なんでダメなん。これ脳みそがおかしいんじゃねえかな。手で押さえつけ手で押さえつけるとさ、ピッ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 ワーってやる。ほらあーせこならいいこと聞かねえ。こっちのいいこと聞かねえ。何アハモだね。なんだっけこれ、ハモことったくダメだよこれ。持ってなきゃ使ってるだけだとかやっけな。思い切ってあの小さいの買うか。いいんだべやなお前。腹減ったおい。腹減ったってやん。
よく山頂まで我慢するか、あともうちょっとバスケ。大地、それお前こうやったら正面を映すよ、正面を。正面はこっちだぞ、こっちこっち。俺が上がるとしたらここだぞ、これ。こうやって頭入ることで止めると火の音がする。これって、あ、ほらな、マジで言うこと聞かないんだべな。これ壊れてらんか、どうかしてな。こっちはなダメだ。多分ここが山頂だ。その下のちょっと腰掛けるとこで昼寝してます。やっぱ水分の卵はうまいな。うん、あっちはよく見る。うめめ。それにしてもこれは失敗だな。早く使わねえよっけな。まあこれも失敗だ。早くこれも何でも経験だっけ。しょうがないのも、しょうがなんとかの流素ボルって言うか。これ見てね、このでっかい握り身、でっけてねえのに、これ味がほんのりちょこっとあるきれい。ダメだおい、何してるんだべな。文句ばっかり言うなお前は。文句ばっかり聞いと喋られるぞ。気持ちいい。こいつらちっとくれな、我慢する。うん、最高だべやな。湧いてきた。あそこからずっとこう上がってきて、そして東さんに上がって、ずっと降りて、そこはそこため降りて上がって、今ここ。まあほぼ二個だけの頂上だと思うんだけど、ここのすぐ上が二個だけの頂上になるんだねか。花の百名山二個だけ上材2207メートル。さっき最新向こうへ行ったっけ。いいかい、右200しさっきしたな。小学生の間に密だよ。すぐに行かな。今降りたばっかだっけ。これ当分間だぞ。降り、ここじっとしなきゃダメだかな。うん、海ね、よくわからん。まあ石川のみんな浮き石になってて、どこ上がってもグラグラしてやだよ。歩きづらい、歩きづらい。これは相当だな。こけるこける人がいるな。なんせまあ固定されてる石点がまことに少ねえんかな。屋上の柵だねかこれ。ということは牧場に降りてきたな。あそこになんか東屋みたいなのがあるぞ。何、こっちの道の方一歩ともいいねか。さっきの人は勘違いしてるな。まずおい、東屋の方はすごいぞ。俺は駐車からちょっと駐車場がみんな見るから、これがきっとスキーの牧場の最上段になるかな。でもあとはどう、30分か下の方まで。ああの下へ後ろいら。うん、東や屋上になるか。冬はな、春か、春スキーによく来たんだっこは。
人生は短いよ、あっという間ぞ。駐車場に着きましたよ。ソフトクリーム10時から16時。